取引を行いましょう。ありがとうございました。32日兵糧持つので、とりあえず安心できます。兵糧購入して足りたのでよかったですね。危うく兵糧不足で部隊が解散するところでしたよ。悪いが負けられぬのでな。水の家は一人しかいなかったんですね。大変そうなお家ですね。兵糧もないので部隊解散させておきます。珍しく素直に解散させたんですね。あ、実はカットしましたよ。本当は家康くんのところ攻め込みに行こうとしていましたよ。やっぱりガチャも来てますよ。ハズレですね。さもありなん、さもありなん。あ、金銭全部使ってしまったので城しかあげれないのね。元山あたりでいいですね。うん、大して良い能力も持っていませんね。口惜しきことよ。2万1000か。こりゃ無理でしょ。残念、あと数日だったんですけどね。剣心さん頑張ってください。同盟として応援します。力を貸すぞ。報告いたす。先月の収支でございます。今回の内政でかなり一生懸命準剣女仕込んでおきました。終わりですか。表紙抜けです。行きます。では小早川さん一部隊ならば兵糧大丈夫なので次に向かわせます。内政建築も見たかったですよ。4倍速で1分半かかっても見たかったですか。それはちょっと遠慮しておきます。1分半ただ単に建築4倍速みたいなら編集は楽ですけどね。ガチャすごい勢いで来てますね。勝ち馬に乗りたいんでしょうね。数値的には50未満ですし、しょうがないですね。なるほど、なるほど。なんと言いますか、この能力で城上げても72とか、自分自身を過大評価しすぎの武将ですね。おい、城いらぬと申すか。さすがに、4920出してまで欲しくはないな。3444で来なきゃ来ないでいいわ。って、城よりも、3444金銭ですか。そんなにお金に困ってるんですか。ことです。ちょっと、城よりも金銭が欲しいなんて。笑っちゃいますよね。早急にお金が欲しかったんですよ。六角さんは特に取り入れなくていいかな。足利家もいますよ。北畑家もいますよ。報告いたす。あ、欲しかったかも。先月の収支でござい。取引を行いましょう。かしこまりました。終わりですか。表紙抜けです。行きます。では小早川さんを次に向かわせます。兵糧、兵糧がないですよ。皆さん続いてください。兵糧は持つので行きます。
1万3000くらい1ヶ月で消費で現在5500で、あと10日も残ってないでしょ今月は。報告いたす。先月の収支でございます。ね、兵糧は持ったでしょ。ギリギリでしたけどね。では、神殿をやっていきます。はっ。なぜか、三好さんと神殿が下がっていたので上げておきます。包囲網も、半年経過しているので、講話をしていきます。兵糧はあるので、本来は継続でもいいのですが、準拳場を作っているので、完成後の方が、楽に進めれると思いますので、一旦講話です。北畑さん、まだ生きてましたね。六角さんに潰されたかと思っていました。本願寺とも講話です。信玄とも講話です。家康くんとも講話します。今川さんとも講話します。北条さんとも講話します。これで東は全部講話指示出し終わりました。九州は講話は少しお預けですかね。小早川さんが動いているので、九州はもう少しやってみます。阿蘇家は、簡単に攻略できるかもしれませんね。準拳所パワーで2倍で戦えるので、これは行った方がいいかもです。出陣するぞ。雄三寺さんとは講話しておきます。はは。皆の者、我に続け。皆の者、我に続け。標高28日手を打ちましょう。ん、小早川さん、このままだと負けてしまいますね。戦場が広すぎるのと兵数で負けていますし、守り上げなので勝ち目ないですね。手を打ちましょう。よそへ逃げるにもお城で当たるみたいですね。戦場的には不利な場所の場合は移動できるみたいですけど。もう、講話できるじゃないか。それなら最後に当てて兵削っておくべきですよ。そうですね、最後負け戦ですが、兵を削っておきましょう。負け確定ですが、万が一もあります。万が一はないですよ。だいぶ削れましたね。1万4000削れたのはいいかもしれないですね。これが歩兵アップもあればこんな感じでいくらでもいけるんですけどね。では講話していきます。はは。これで戦争継続の残りは阿蘇家だけです。戦場で死にたかった。報告いたす。